はい、それではベートーベン交響曲第6番第4楽章2回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね、35小節目からの解説となります。はい、35小節目からは弦楽器が共通したフレーズを弾いています。はい、でポジションはもうほぼハーフポジションからを中心に取れる形となりますので、最初はまあ第2ポジションからスタートして開放で、あとはハーフポジションから第1ポジション、第1ポジションでの範囲内で取れるところになります。はい、でその後も37小節目からも、まあアスのオクターブがあるんですけれども、ここもまあ無理をせずにもうゲーセンで取っていただいて構いませんので、もうハーフポジションから第1ポジションを中心に取れる範囲になります。はい、そしてその次の39小節目も、はい、あともハーフのあとゲスから先 もう全部、ハーフポジションで、取れる範囲になります。はい、で最後のこの S なんですけれども、ここは5弦の位置になりますので、4弦の方はここはこうオクターブ上げて弾いていただきたいと思います。はい、そして次の41小節目からなんですけれども、でここからですね、5弦の、で演奏する場合と4弦で演奏する場合でポジションが大きく変わってきますので、これをまず分けて説明していきたいと思います。はい、まず最初は、5弦 の場合で演奏する場合から始めていきます。はい、まず最初の音域は5弦になります。5弦の音域になりますので、今これは正チューニングしてるんですけれども、で普段ハーチューニングで演奏チューニングされている場合はですね、正も全て全部ハーフポジションで押さえないといけなくなりますの で次の S から F にかけてもここも同じポジションで取ろうとすると、第2第3の中間ポジションまでポジションを素早く移動しないといけないというかなり不利な状況になりますので、強制ではないんですけども、ここはできるだけ正チューニングにすると、非常に有利になる部分になります。で、その性はどこになるかといいますと、最初のここまでまずゲス、今止まりましたゲスまでをもうハーフポジションでまとめて取ることができますので、ここもテンポが速くなりますので、もうここもまとめて取っていただくともう相当素早く取れると思います。で3拍目のこのアスとゲスが出てくるんですけども、アスとゲスはここはもう第2第3の中間ポジションまでもう移っていただいて、ね、ここでもうまとめて取っていただきたいと思います。でその後またずっと戻りまして、その後も42小節目以降も同じ形が続きますので、で音量はピアニッシモからいきなり43小節目のデスでいきなりフォルテというふうにしてなるんですけれども、最初は難しくなりますので、まずは確実にもまず、ダイナミクスをまず、合わせていただいて、ポジションを覚えるということから始めていただいて、で慣れてきたら、ピアニッシモからまず、弾けるというぐらいの練習を始めていただけたらと思います。はい、そしてその次ですね、45小節目からのこのフレーズなんですけれども、ここはで、ここで1拍目の D が出てくるんですけど、ここはまあできるだけ合わせ1本で取っていただいて、でその次の今、止まりましたところもこの D 線の第2ポジションでこの F と G を1本で取っていただきたいと思います。はい、そしてその後も、間違ってる、はい、で今止まりましたところ46小節目、3拍目以降のここも合わせ1本で取っていただきたいと思います。はい、そしてその次ですね、49小節目でここも、もうまとめて取ることができます。はい、例えばもう1つ目は今みたいにハーフポジションでもまとめて取っていただいて、その次はもうそのままもう第Gとアスだけを第1ポジションで取っていただいて、あとまたハーフポジションに戻っていただくという形となります。はい、でここので2拍目の S と G のこの弦がどうしても間に合わないという場合はもう強引にで第2ポジションで取るという方法もあります。はい、ただこれは正チューニングでされている場合のに限るポジションになりますので、でここで取ると5
ここでもゲーと S も第2ポジションで 1,2 ということで、もうここの第2ポジションでまとめて取ることができますので、でここで取るという方法もありでなってはないかと思います。はい。で最後にもう一度41小節目からこうしますと、はい、そしてその2回目が、で49小節目3回目のパターンが、はい、まあ、今ちょっと早くこれハイ弾いているので、もうほとんどもう何を弾いているか分かんないみたいな感じに聞こえてしまうんですけれども、で実際はまた指揮者はもっとこれ以上に早くテンポで来る可能性もありますので、まあ、素早くポジションを動かして、左手を動かしていただきたいと思います。はい、続きまして4弦で演奏する場合のポジションを説明していきたいと思います。はい、まず41小節目からなんですけれども、で、ここは4弦で演奏するとなると、で、5弦の音域だけを実音でオクターブ上げて弾こうとすると、S と F のがもう目まぐるしくこの移弦をしないといけなくなりますので、これかなり不利な演奏になってしまいますの で、ここは41小節目からのこの43小節目までのことです。でこれをすべてオクターブ上げていただいて実音で演奏していただきたいと思います。ゆっくり弾きますと、すべて今実音で演奏してるんですけれども、まあ、実質まあチェロと同じ音域で演奏するということになります。で、まあ、これで演奏することによって、まあ、異弦か1弦飛ぶという1弦飛ぶというすごい複雑なフレーズがなくなりますので、こちらで弾いていただきたいと思います。もう一度弾きますと、このような形で最初は弾いていただきたいと思います。はい、で45小節目からはここはもうすべて4弦も同じ音域で弾きますので、ここはそのまま書いてあるときに本来のベースの譜面の通りに弾いていただきたいと思います。はい、そして3回目の49小節目もここも、まあ、実音でオクターブ上げて弾いていただくことになるんですけれども、で実際にそのオクターブ上げる部分は50小節目 の、4拍目の最初のせいまでになります。はい、それまでまず最初から弾きますと、今止まりました50小節目の、4拍目まで、でここまでをオクターブで弾いていただいて、でその後7度に上がるベーがあるんですけれども、そこをそのまま、ここだけ本来の書き方に戻して、ここだけベースの本来の書き方に戻して弾いていただきたいと思います。もう一度弾きますと、という形となります。4弦の方はこのような形で弾いていただきたいと思います。はい、ここまでよろしいでしょうか。そして51小節目からのここは節音符の打ち込みなんですけれども、ここはもうすべてダウンで演奏していただきたいと思います。はい、で55小節目からもすべて同じようにダウンで弾いていただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。はい、で特に41小節目から、まあ、5弦の場合も4弦の場合も非常に早い左手の、動きを要求されるんですけれども、まずゆっくりしたテンポで、まあ、確実にポジション の、 全体の形をイメージしながら弾いていただきたいと思います。はい、で実際の指揮はどういうぐらいのテンポ設定になるかわからないんですけれども、まあ、そこはもう素早く動かしていただいて、しっかり指揮者のテンポについていただけたらと思います。はい、第4楽章2回目の解説は以上になります。ではまた次回。チャンネル登録お願いします。